有渡わたるは、日本の元女子、プロレスラー。和歌山県和歌山市出身、本名、小山綾。1996年4月14日、吉本女子プロレス JD 旗揚げ戦、六本木ベルファール大会の対、安倍幸恵戦で、本名名名義で、初出場した。以後、JD 大日本プロレス LLPW、JD を経て、現在はフリーで、プロレスにとどまらず、 総合格闘技、ボクシング、キックボクシングと幅広く活動している。田中雅人とは小学校時代にはクラスメイトでもあり、彼女の成長直前には見舞いに駆けつけている。2010年10月10日に5年10ヶ月ぶりで総合格闘技に出場し、ジュエルズ10スリングのメインイベントで森藤美希と対戦したが、チョークスリーパーで一本負けを喫した。その後は、 例の女子プロレスを主戦に活動しており、2016年1月8日に、東京、新木場ファーストリングで、自主興業、ありわるデビュー20周年記念大会2ライブ、ワンダフルフレンズを開催した。大会発表会見の場で、自身の体が乳がんのステージ4で医師から余命宣告を受けていることを、初めて公表した。20周年興業で、 もう一度リングに立つの公言を2017年4月7日新宿フェースで引退工業を自ら開催し現役を引退した2018年8月27日死去45歳打つ。ありがとうございます